紙みたいにピッカピカにしてやんぜ。いや、ただの日課だってば。お、あんたも強くなりたいの？やっぱ小賀に似てるわよね。かわいい。お、おい、どうした？大丈夫か？けど、やっぱ悪魔なのよね。わかる、わかるぞ。今俺の中で何かが目覚めようとしてる。おお、ブの神よ、これが悟りというやつですか。まさしく、ニュー俺様の誕生なわけねえだろ。ヒロイシ、落ちは無限だし、もはや道場関係ねえし、ふざけんじゃねえぞ。繊維の奥の奥まで染み込んでる。キョロジジイ、もうてめえぶっ倒して修行終わりだ。おお、もう音をあげたか。案外根性ないの。技とかそういうのを教えろっつってんだ。こんなもん雑用だろうが。何の意味あんだよ。最後までやればわかる。ま、諦めるのなら止めんがね。面白いな、クソジジイ。そう、葉っぱ一枚残さず集めてやらあ。Ha ha ha!